ムシックは CPM 向けのマイクロソフトベーシックである。ムシックはマイクロソフトの最初の製品であるアルタイルベーシックインタプリタの子孫である。ムシックはオズボーン1に同梱されていた2つのバージョンのベーシックのうちの1つである。ムシックという名前はベーシックインタプリタのディスクファイルメインシックコムに由来する。ムシック5.21を Z80 上の CP。 M システム上で動作させ、当時としては典型的なモノクロモニターに表示させたもの。M シックバージョン5では最低 28KB の RAM と最低1台のディスクドライブを備えた CP-M システムが必要だった。ホームコンピュータメーカーがそのコンピュータ固有のハードウェア機能を使用するためにカスタマイズした Microsoft Basic-80 とは異なり、M シックは すべての入出力を CPM のシステムコールのみに依存していた。使用可能なのは CPM のコンソール、ラインプリンタ、ディスクデバイスのみだった。カスタマイズされていない状態の NSIC には、グラフィックス、カラー、ジョイスティック、マウス、シリアル通信、ネットワーク、サウンド、リアルタイムクロックなどの機能はなかった。NSIC はホストの c p M の機能に完全には対応していなかった。例えば、フロッピーディスク上のファイルを整理するための CPM のユーザー領域に対応していなかった。CPM システムは一般的にシングルユーザーでスタンドアローンであったため、ファイルやレコードのロックや、いかなる携帯のマルチタスクにも対応していなかった。これらの制限を除けば、ムシックは、 当時、ベーシックの協力で有用な実装であると考えられていた。ムシックはインタプリタである。プログラムのソースはトークン化された形でメモリに格納され、ベーシックのキーワードを1バイトのトークンに置き換えることでメモリ容量を節約し実行を高速化した。行番号を先頭に書いた項はプログラムテキストとして保存され、行番号を先頭に書かないベーシック文は コマンドとして直ちに実行される。プログラムは編集のために画面に表示したり、圧縮されたバイナリ形式、またはプレーンな ASCII テキストとしてディスクに保存したりすることができた。ソースの各く項は行番号で識別され、GoTo や GoSub の転送先として使用することができる。ソースの編集に派行編集コマンドのみが提供されていた。プログラムを プレーンテキストとして保存し、フル機能のテキストエディタで編集することがしばしば行われた。プログラムテキスト、変数、ディスクバッファー、そしてオペレーティングシステム自体も全てインテル8080 80プロセッサの 64KB のアドレス空間を共有しなければならなかった。通常、n シ i c を最初に起動した時には 64KB の RAM を搭載したマシンであっても、 プログラムやデータに使用できるメモリは3 2イト以下になる。REM キーワードやアポストロフィを先頭にしたコメント行をプログラムのテキストに配置することがはできたが貴重なメモリスペースを占有してしまうためユーザーがコメントをあまり残さないようになった。より大きく複雑なプログラムを実行できるようにするためにムシックの後のバージョンでは プログラムテキストの一部を読み込んで、プログラム制御下で実行できるようにする関数が追加された。シェルコマンドの実行には対応していなかったが、この機能はプログラマによって複製することができた。ムシックの特に優れた点は、シンタックスエラーやランタイムエラーのようなエラーメッセージが全文表示されることだった。ムシックには実行時に行番号を表示するトレース機能もあった。 これは通常のプログラム出力と同じ画面スペースを占有するが無限ループのような状態を検出するのに役立った。データはシーケンシャルファイルとしてまたは固定レコード帳のランダムアクセスファイルとしてディスクへの読み取り、保存ができ十分な能力を持ったプログラマであればデータベースタイプのレコード操作に使用することができる。 不動小数点数のためのマイクロソフトバイナリーフォーマットはその実装がプロプライエタリなものであった。すなわち、不動小数点数のデータを他のプログラムとの間で交換する場合はアスキーテキスト表現を使用するか、バイナリーフォーマットを変換するための大規模なプログラミングが必要であった。m c には以下のデータ型があった。文字列演算子には部分文字列の選択、 連結、代入、文字列が等しいかどうかのテストなどがある。上記のデータ型の配列は7次元まで使用できる。関数や演算子は配列では動作しない。例えば、配列の代入はできない。当時の他のベーシックの実装とは異なり、運クは行列演算、複素数、金融計算用の重心数データ型に対応していない。典型的な CP、 ゲームシステムには不動小数点演算ハードウェアがなかったため不動小数点演算は全てソフトウェアで行われた内蔵の数学関数は単精度の結果しか得られなかったソフトウェアによる疑似乱数発生器が提供されていたこれはユーザーが入力したシード値からゲームやシミュレーションに有用な数列を得るものであるムシックには 代入文のための LED キーワードがあったが、なくても代入できた。マイクロコンピュータにおけるのベーシックの初期のバージョンでは、1文字、または2文字の変数名しか使用できず、複雑なプログラムでは変数の意味を思い出すのが困難となった。ムシックバージョン5では、40文字までの識別詞を使用できるようになり、プログラマは変数に読みやすい名前を付けることができるようになった。 ムシックの制御構造には、条件判定の if、h e n else、ホワイル、wend ループ、g o to、go サブがあった。ケースはなかったが、on、g o to による多方向分岐があった。サブルーチンには引数がなく、すべての変数はグローバル変数だった。ムシックは構造化プログラミングを必須としていなかったので、容易にスパゲッティコードとなってしまった。 1970年代後半から1980年代前半の8ビットコンピュータのベーシックについての議論はメモリへの直接読み書きのためのピークとポケの重要性への言及が不可欠である。これらのシステムには通常メモリ保護機能がなかったためプログラマは OS の一部の通常の方法では利用できない機能にアクセスすることができた。これによりユーザープログラムによって システムがハングアップする可能性も高くなった。例えば CPM プログラマはベーシックがコンソールデバイスをシリアルポートに切り替えるためにポケ関数を使用した。リアルタイムクロックを持つマシンでは時刻を取得するためにピーク命令を使用していた。より複雑な操作のためにムシックはベーシックプログラムから呼び出すことができる。 ユーザ定義の関数を使用できるようにした。これは通常メモリの予約領域に配置されたり、一連の機械語コードとして文字列定数にポケされたりする。また、ムシックには8080 80のハードウェア入出力ポートに直接読み書きするインプ命令とアウト命令もある。少なくともオズボーン1ではすべての愛、 大命令はシステムで使用するためにプリエンプションされていたが、この命令は周辺機器を制御するために使用することができる。ピークやポケ、機械後のユーザー関数を利用した NSIC プログラムはそのままでは異なる。機種間の移植性がなかった。CPM 用のマイケラサフベーシック -80 の他に ISIS 通 IS 用の NSIC もあった。 MSXBASIC もまたシックの後継として知られており、MSX に特化したいくつかの拡張機能を備えている。c p m 4シックのすべての機能は IBM PC のベイシカや GWBASIC で利用可能であり、CP-M システムから IBM PC 互換係のプログラムの移行が可能だった。キーワードを表すために使用されるトークンが異なるため、 移植のためには CPM プログラムは ASCII ソース形式で保存されなければならなかった。マイクロソフトは UNSIC と同様のソース言語を使用する CPM ベーシックコンパイラバスカムを販売した。UNSIC でデバッグされたプログラムはバスカムでコンパイルすることができた。プログラムのテキストがメモリに残らず、コンパイラのランタイム要素がインタプリタよりも小さかったため、 ユーザデータに使用できるメモリが増えた。また、実際のプログラム実行速度は約3倍に向上した。開発者たちは人気はあったが遅くてぎこちないクペーシックの代替としてバスカムを歓迎した。クペーシックとは異なり、バスカムはムシックソースコードのためのプリプロセッサを必要としなかったので、対話的にデバッグすることができた。ただし、マイクロソフトは バスカムでコンパイルしたプログラムのコピーを一つ配布することに9%のロイヤルティを要求しハードウェアとソフトウェアの組み合わせには40ドルを要求したまたマイクロソフトは開発者の財務記録を監査する権利を持っていたソフトウェアの著作者のロイヤルティ率は一般的には10から25%だったのでインフォワールド氏は1980年に バスカムを使用することによる9%のロイヤルティの上乗せはソフトウェア開発を収益性の低いものにする可能性があると述べ、マイクロソフトには技術的な解決策はあるが、経済的な解決策はないと結論付けた。ムシックは8ビットの CP、M コンピュータの時代には重要なツールだった。熟練したユーザーは現代のシステムならば強力なアプリケーションプログラムの コマンドやスクリプト言語によって実行されるであろう。タスクを自動化するために、N、ムシックでルーチンを書くことができた。便利なムシックプログラムの交換は、コンピュータのユーザーグループの機能の一つだった。雑誌の記事に掲載された長いベーシックのプログラムリストをキー入力することは、新しい CPM システムにソフトウェアをブートストラップする一つの方法だった。 大規模な高レベル言語用のコンパイラガンシックで書かれ、数行から数千行のコードまでの小さなゲームやユーティリティプログラムが数多く書かれていた。ベーシックミクロ、インクが開発したマイクロチップテクノロジーの PIC ファミリー用の商用ベーシックコンパイラの名称モンシックであるが、本項目で説明した CPM 用ベーシックインタプリタとは無関係である。 ありがとうございます。